EV は世界に必要ないのかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、 EV なんて買わなければよかった、 EV オーナーたちから嘆きの声が続々と上がる理由をお送りします。 EV は修理時にも大きな問題を抱えている。 EV シフトが進んでいく中、新たな問題が発生しています。それが、修理に出した EV がなかなか戻ってこないという問題です。 EV にはこれまでも充電に時間がかかったり、寒くなると性能が低下したりといった問題が発生していましたが、壊れた時の修理にも時間がかかるということが明らかになっているのです。アメリカカリフォルニア州のサンフランシスコにある大手自動車修理チェーンオートメーションワールドで EV の修理を担当するマイク・ジョンソンさんは次のように語っています。EV の修理待ち時間が著しく増加しており、お客様からのクレームが急増しています。現在当社では最短でも2週間、長くで1ヶ月以上お待ちいただくことが珍しくありません。アメリカでは移動手段の大半を自家用車に依存しているため、1ヶ月以上も車が使えないことは日常生活に大きな支障をきたします。この問題の背景には EV 専門の整備士が圧倒的に不足していることが挙げられます。国際的な環境保護団体グリーンアースアライアンスの調査によると、アメリカ国内の EV 整備士数は現在約2万人います。しかし EV の普及率が徐々に増えてくることを考えると、少なくとも2030年には10万人の整備士が必要になると試算されています。ただ自動車整備士の平均年収は全米平均の7割程度と低く、若い世代の就業者が減少していることから、整備士不足は今後さらに深刻化すると予想されています。EV の故障はモーターやバッテリー周りが多いため、ガソリン車の整備士では対応できないケースもあり、EV に特化した知識が必要なケースが多くなります。そのため、こうした整備士不足が発生してしまっているのです。特に EV の代表的ブランドであるテスラでは、オーナーからの不満の声が相次いでいます。テキサス州ダラスに住む男性は、2年前に購入したモデル S が故障したため、サービスセンターに修理を依頼したところ、パーツの在庫切れを理由に2ヶ月以上も待たされました。その間、代車の提供もなく、仕事にも支障が出ましたと、憤りをあらわにしています。テスラは、アメリカ国内に約200カ所のサービスセンターを設置しています。しかし整備士の人手不足が原因で、修理待ち時間は平均で1ヶ月以上に及んでいるのが実情です。 EV 専門の整備士を育成するために、自動車メーカー各社は独自の研修プログラムを実施しています。それでも教育期間が長期に及ぶことや、修了後の定着率の低さなどが課題となっています。アメリカ自動車工業会のジェニファー・ワトソン専務理事は、EV の整備には高度な知識と技術が必要とされるため、人材育成には時間がかかります。業界全体で協力して魅力的なキャリアパスを提示していく必要がありますと述べ、官民一体となった取り組みの重要性を訴えています。 EV の普及を推進するためには、単に車両の製造や販売を増やすだけでなく、アフターサービスの充実が不可欠です。整備士の待遇改善や教育体制の拡充など、政府と業界が連携して総合的な対策を講じることが求められています。 EV は地球環境保護の切り札として大きな期待が寄せられていますが、修理や整備といった課題をクリアしなければ本格的な普及は難しいでしょう。修理費用も非常に高額に、修理時間が長引くだけでなく、修理にかかる費用も問題視されています。アメリカの経済誌ウォールストリートジャーナルが2023年3月に掲載した記事によると、 EV の自己修理費用は同クラスのガソリン車と比べて平均で4000ドル、約52万円も高くなることが明らかになりました。この背景には、 EV の車両構造が従来の内燃機関車とは大きく異なることが挙げられます。 EV は高電圧システムを搭載しているため、修理には特別な知識と技術が必要とされます。またモーターやインバータ、バッテリーパックなど専用部品の数が多いことも特徴です。これらの部品は単体での修理が難しく、故障や破損した場合は丸ごと交換するケースがほとんどです。部品の価格が高額なことから、修理費用が膨らむ要因となっています。特に深刻なのが事故による電池パックの損傷です。
リチウムイオンバッテリーは強い衝撃を受けると発火や爆発の危険性があるため、少しでも損傷が疑われる場合は全て交換するのが原則です。テスラの最上位モデル、モデル S プレイドの電池パックの新品価格は、なんと25,000ドル、約325万円にもなります。修理工場の経営者であるジョン・ハリスさんは、EV の電池交換はエンジンとトランスミッションを同時に変えるようなものです。とてつもなく高額な作業になりますと、実情を暴露しています。EV の構造材には、軽量化のためにアルミニウム合金などの特殊素材が多用されています。これらの材料は鋼鉄と比べて加工が難しく、専用の設備と高度な技術が必要とされます。また、リサイクルも難しいため、廃棄コストがかさむことも問題視されています。カリフォルニア州に本社を置く自動車コンサルティング会社、オートパシフィックのアナリスト、エド・キム氏は、EV の普及には車両価格の低下だけでなく、修理コストの削減が不可欠です。メーカーにはシンプルで壊れにくい設計が求められますと指摘しています。また、EV の修理を手掛ける整備工場は全米で約3000カ所しかありません。これはガソリン車の整備工場の10分の1以下の数で圧倒的に不足しているのが実情です。この背景には EV 修理に必要な設備投資の高さや人材育成の難しさがあります。修理工場のオーナーであるマイク・デイビスさんは、EV の修理には従来の2倍以上の初期投資が必要です。高額なツールや診断機が必要な上、整備士の教育にも多額のコストがかかりますと明かしています。EV メーカー各社は、自社の正規ディーラーでしか修理を受け付けないケースが多いのですが、それでも修理待ち時間は長期化しています。テスラのオーナーであるジェニファー・ブラウンさんは、事故で車両の半分が大破したため、正規ディーラーに修理を依頼しましたが、パーツの在庫切れで3ヶ月以上も待たされました。その間、台車の提供もなく不便な思いをしましたと、怒り心頭です。実際、アメリカ自動車協会の調査によると、EV ユーザーの約半数が修理費用の高さを不満点に挙げています。EV の普及には、車両本体の価格低下だけでなく、修理コストの削減が欠かせません。メーカーにはシンプルで壊れにくい設計や部品の共通化などが求められます。また整備工場の拡充や人材育成などインフラ面での支援も急務となっているのです。 EV の保険料も高騰を続ける。 EV の台頭に伴い、イギリスでは自動車保険料の高騰が深刻な社会問題となっています。イギリスの大手価格比較サイトコンパレザマーケットが発表した最新の調査結果によると、2023年3月時点での全車種の平均保険料は前年同月比で実に 63% も上昇し、過去最高の1150ポンド、約20万円に達したことが明らかになりました。特に EV に限定すると、その上昇率は平均をはるかに上回る 78% にも及んでいます。イギリス最大の自動車保険会社、ダイレクトラインの CFO、ニール・マーチャント氏は、EV の保険料高騰は業界全体にとって緊急に解決すべき課題です。根本的な解決策を見出さなければ EV の普及そのものが脅かされかねませんと危機感を募らせています。保険料高騰の主な要因としては EV 特有の部品価格の高さが挙げられます。EV の心臓部ともいえる大容量バッテリーは車両価格の4割以上を占めることもあります。バッテリーが損傷した場合、修理ではなく全交換が原則とされ、その費用は1台あたり平均で25,000ポンド、約430万円にも上ります。ロンドン北部に店舗を構える自動車修理会社、イーサンズガレージのオーナーは、EV のバッテリー交換はエンジンとトランスミッションを同時に変えるようなものです。莫大な費用がかかりますと嘆いています。また、EV の車体には超高張力鋼板やカーボン繊維など高額な軽量素材が使用されているため、軽微な事故でも修理費用が高額になる傾向があります。イギリスの保険業界団体 ABI の自動車保険部門長は、EV の普及には車両価格の低下だけでなく修理費用の抑制が不可欠です。政府にはメーカーへの働きかけや整備士の育成支援など総合的な対策を期待したいと訴えています。EV の保険料高騰に直面したユーザーからは悲痛な声が上がっています。ロンドン郊外に住む男性は2021年に購入したテスラモデル3の保険更新を控えていましたが、
保険会社から提示された年間保険料は前年の3倍にあたる6000ポンド、約100万円という法外な金額でした。 EV を選んだのは環境に配慮したかったからです。それなのにまるで罰を受けているようで悔しいですとデイビッドさんは憤っています。政府もこの問題の深刻さを認識しており対策に乗り出しています。運輸省は2023年4月 EV 保険料適正化プランを発表し、保険会社に対して EV 特有のリスクを精査した上で適正な保険料の設定を求めました。また全国500カ所に設置する方針の EV 整備士養成センターでは専門人材の育成を急ピッチで進めています。運輸大臣のジェームズ・ハリソン氏は、 EV シフトは脱炭素社会の実現に欠かせません。ユーザーが安心して乗れる環境を整えることが政府の重要な責務ですと力説しています。イギリス自動車協会の調査によると、保険料の高さを理由に EV の購入を見送る消費者が増えているといいます。 EV の恩恵を真に享受できる社会の実現には、車両価格の低下だけでなく保険料を含むランニングコストの削減が急務となっています。 EV の費用増大には悲鳴の声が続々と上がっている。 EV の修理費用の高さと保険料の上昇に対し、海外でも非難の声が相次いでいます。アメリカ・カリフォルニア州に住むジョンさんは、こんなに高いのはおかしい。これまでのガソリン車なら500ドル、約6万5000円くらいで直してくれるというのにと憤慨します。特に EV 大手のテスラに対しては厳しい意見が集中しています。ドイツ在住のマイケルさんは、テスラの修理費が高いのは部品代が高いのは当然として、車体がアルミ製だからだと言われている。確かにアルミ板金の修理には特殊な技術が必要だが、テスラ社のリアセクションに使われている特殊なアルミニウム合金は軽量で性能は高いものの、ちょっとした衝撃でへこみや割れが生じやすいというデメリットがあるんだ。しかもそうなると修理は事実上不可能で、パーツごと全取り替えするしかないらしいと呆れています。さらにオーストラリアの EV オーナーは、テスラの修理はぼったくりもいいところだ、俺がテスラ車を買わないのはまさにこの理由からさと断言します。またカナダのジャーナリストであるエミリーさんは、高級車を購入するということは法外な修理代がかかることを覚悟しておくべきだと苦言を呈しています。イギリスの自動車評論家からは、もしそこまで修理代がかかるならむしろ直さずにそのまま乗り続けた方がマシかもしれない、センサー類が故障していないのなら他の修理工場に頼んで見た目だけでも良くしてもらうのが賢明だろうとアドバイスも聞かれます。他にもアメリカ・フロリダ州に住むリチャードさんは、私は60年以上生きてきたが、ガソリン車が自然発火するなんて話は見たことも聞いたこともない。ところが EV はどうだ、そこら中で炎上している。 EV は欠陥品だよ。それなのに EV のバッテリー交換に家の頭金並みの費用がかかるなんて、到底お買い得な製品とは言えないねと嘆きます。海外でも EV の修理と保険をめぐる問題は年々深刻化しており、自動車メーカーや整備業界、保険業界が一丸となって対策を講じなければ EV 普及の大きな足かせになりかねません。アメリカ自動車協会のジェニファー・ストックマン副会長は、EV のメリットを最大限に引き出すには、車両価格の低下だけでなく、維持コストの削減が不可欠です。業界全体で知恵を出し合い、持続可能なソリューションを見出していかなければなりません、と力説しています。EV 特有の問題点もオーナーたちを苦しめる。EV の高額な修理費と保険料に加え、海外のユーザーからは EV 特有の問題点を指摘する声が相次いでいます。アメリカ・カリフォルニア州に住むジェニファーさんは、私は EV を所有していますが、正直なところ今は何とかして EV から内燃機関車に損をしないで乗り換える方法を探しています。 EV には特に寒冷地での航続距離に不安を感じています。真冬のシカゴへの長距離ドライブなど到底無理です。 EV のいい点は加速の速さくらいですね。多くの EV 信奉者は EV の抱える問題を否定していますが、EV には適した用途もあるだけであって、全ての内燃機関車の代替にはなり得ないのですと嘆きます。またイギリスの自動車ジャーナリストは、遅かれ早かれ EV バブルは崩壊するでしょう。
バッテリー技術には本質的な限界があり、小幅な改善ではガソリンやディーゼル燃料の持つエネルギー容量には到底及びません。現時点ではプラグインハイブリッド車にこそメリットがあります。自動車の未来を担うのは PHEV になるはずですと主張します。 EV に対してもっと信頼できるものが欲しいという声も多く上がっています。アメリカテキサス州の EV オーナーは、アメリカ人が求めているのは信頼性の高い EV です。その点でトヨタは信頼のおけるブランドだと言えますと評価します。また自動車業界アナリストは、数十年にわたって信頼性の高いガソリン車を作れなかったメーカーがわずか数年で EV を手掛けられるようになるとは到底思えませんと手厳しい見方を示しています。 EV の抱える課題は単に経済的負担だけにとどまりません。ユーザーからは航続距離の短さや充電時間の長さ、バッテリー寿命への不安など多岐にわたる問題点が指摘されています。アメリカ自動車協会の調査によると、EV ユーザーの約 60% が次も EV を購入すると回答した一方で、約 25% は次はガソリン車に戻ると答えたといいます。 EV 業界はユーザーの切実な声に真摯に耳を傾け、一つ一つの課題に丁寧に向き合っていく必要があります。 EV の普及には車両価格の低減だけでなく、インフラ整備や技術革新、サービス体制の強化など多角的なアプローチが欠かせません。ボストンコンサルティンググループのシニアパートナーマイケル・ホワイト氏は、 EV メーカーはユーザーの不安や不満を解消し、 EV の利便性を高めるための取り組みを加速させなければなりません。そうしてこそ EV は真に持続可能な交通手段となるのですと述べています。トヨタのハイブリッド車こそ大衆に受け入れられる。 EV をめぐる課題が山積する中、トヨタの EV 戦略を評価する声が海外でも上がっています。EV の問題の多くはハイブリッド車への回帰で解決できる。トヨタは正しかったようだ。ハイブリッドこそが EV 技術が内燃機関車のレベルの成熟度に達するまでの解決策だと、トヨタのハイブリッド重視の戦略を支持する意見が寄せられています。またコンシューマーレポートによると、トヨタ製のハイブリッド車が最も信頼性が高く、 EV は信頼性ランキングの下位に位置しているという指摘もありました。一方でトヨタが EV に消極的な理由がよくわかる。 EV はまだ技術的にレベルが低い、さらに部品が少ないのに修理費用や保険料が高い、本体価格も高い、耐久性も低い、充電時間も長い、車種も同サイズのガソリン車やディーゼル車よりも重い、 EV では何もかも無駄が多いと EV の抱える問題点を列挙する声もあります。またシンプルに様々なアクセサリー類を取り除いた EV を作っても、ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車よりも高くなってしまうのが現状だ。一度の事故で500万円くらいをドブに捨てても平気な人なら EV を買ってもいいかもしれない。何しろリチウムイオンバッテリーは一度衝撃を受ければいつ発火するかわからない状態になる。 EV が事故れば大事を取ってバッテリー全交換するしかなくなるからねと、EV の高額修理の背景を嘆く意見が目立っています。トヨタが EV への移行に慎重な姿勢を取る一方で、ハイブリッド車を重視している点について海外ユーザーからは一定の評価が得られているようです。トヨタがどのように EV 市場に対応していくのか、今後の動向が注目されます。 EV バブルは弾けている。このように EV には多くの問題があり、それにより実際に乗っていたユーザーから不満の声が多数上がっています。これでは次に乗り換えるのは EV ではなくガソリン車やハイブリッド車になっていくことでしょう。そうなると今後 EV の需要は限界を迎え、しぼんでいくことになりそうです。すでに2023年をピークに EV 市場の伸び率は縮小していくという予測も立てられています。今後 EV は終わっていき、日本が得意とするハイブリッド車こそが世界で受け入れられシェアを伸ばしていくことになりそうです。あなたはこうした EV オーナーたちの嘆きの声についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。